激動の明治時代、日本の威信をかけて行われた最初の国営事業、安積開拓。遠く猪苗代湖から安積平野に水を引いて田畑を潤し、電気を起こして町は大きくなってきました。それが現在の福島県郡山市、人口およそ33万人の中核市として発展を続けています。郡山市の原動力はまさにフロンティアスピリット。人、物、情報に加えて地の集積が進む郡山市には、多くの企業がビジネス拠点として進出しています。企業の視点、そして郡山で暮らす家族の視点、この2つの視点から魅力あふれる郡山市を紹介します。東日本のクロスポイント。郡山市の大きな特徴の一つが交通の利便性。福島県のほぼ中央に位置し、東京駅と郡山駅間は新幹線でおよそ80分、仙台駅まではおよそ40分で結んでいます。さらに東北を縦断する東北自動車道、太平洋と日本海を結ぶ磐越自動車道が交わり、東西南北にスムーズな交通アクセスが可能です。福島空港は札幌、大阪便を利用するのに便利。首都圏や関西圏への複数のルートがあることは、リスクの分散、BCP の観点からも注目されています。郡山市では再生可能エネルギーの世界最先端の研究開発が進められています。ここは国立産業技術総合研究所の福島再生可能エネルギー研究所です。産学官が集結して再生可能エネルギーの大量導入に向けた研究開発に取り組んでいます。日本大学工学部敷地内にある研究開発施設では、大学からアドバイスを受けることも可能です。郡山市は研究所、地元企業、大学、さらに国内外の研究機関と連携することで、新しい産業の創出や人材の育成に取り組んでいるのです。福島県は国内屈指の医療機器生産県でもあります。2015年の実績では、医療機器受託生産額、医療用機械機器の部品等生産金額ともに全国1位となっています。2016年には福島医療機器開発支援センターが開設、医療従事者向けのトレーニングや人材育成、さらに医療機器分野への新規参入や事業化のサポート、企業のマッチングまで幅広いサービスを行っています。またドイツのエッセン市と再生可能エネルギーおよび医療機器産業分野で連携するなど、グローバルな交流も進めています。では魅力あふれる6つの工業団地を紹介しましょう。半導体、IT 産業および加工組み立て型産業などが立地する郡山市最大の郡山西部第二工業団地、エンジニアリング業などが立地する郡山ウエストソフトパーク、製造業、流通業などが立地する郡山北部工業団地、運送業、卸売業などが立地する郡山流通業務団地、郡山駅や市街地に近く加工組み立て型産業などが立地する郡山中央工業団地、そして新たに造成工事が完了し現在分譲中なのが郡山西部第一工業団地です。横浜市に本社がある株式会社三能は、1982年郡山中央工業団地に東北工場を建設し、さらに2005年郡山西部第二工業団地に移転しました。技術的にも設備の面でも最も最先端のものを常に追求して、私たちにとって最も重要な工場がこちらの郡山の工場になっています。
私たちにとって大きな転換点になったと思うのは、産業技術総合研究所の共同研究が始まりまして、産総研の中にいるドクターの方も私たち の開発に完全に伴走してくださってますので、そういったことは独力ではとてもできなかったと思います。私たちのこれからにとってはとても大きな力になってくれるだろうというふうに期待をしています。さまざまな優遇制度は企業の立地を後押しします。被災地の産業の復興を加速するため、国、県、市のさまざまな手厚い優遇制度があります。郡山市の補助制度、支援制度も拡充しました。工業団地の区画を取得する場合やオフィスなどを賃貸する場合に、創業、企業立地、雇用促進の補助が受けられます。企業が立地を決める場合に、社員の家族がどれだけ安心して豊かな暮らしができるのかも大きな要因の一つとなります。郡山市はオフタイムも充実している町です。医療の医、郡山市内には22の病院、243の診療所、169の歯科診療所があり、人口10万人に対する病床数、医師、歯科医師の数は全国平均を大きく上回っています。郡山の美味しさ、食、先人が汗と努力で切り開いた朝霞平野からは安全で美味しい農作物が生まれます。食味検定試験特 A の実力を持つ郡山産ブランドのお米、朝霞米。郡山の土地にこだわり抜いたブランド野菜はまさに大地からの恵みです。柔らかくてジューシーなうねめ牛、臭みが少なく滋養強壮に効果のある鯉など、郡山には名産品、おすすめの食材が数多くあるんです。郡山の暮らしやすさ10、郡山市は子どもを大切にする町。18歳までの市民は子ども医療費助成制度が活用でき、子育ての支援体制も充実しています。子育て支援施設ニコニコ子ども館、イベントの開催や子育ての仲間づくりのサポートなど、子育てが楽しくなる町を目指しています。大人も一緒に体を動かすことができたので、なんか子どもと一緒にお家でもできるといいなぁと思いました。ちっちゃい子がいるので、ちっちゃい子をのびのび遊ばせたいので、そういうところはなんか活用したいなとは思ってます。郡山市は東北のウィーンと呼ばれるほど昔から音楽が盛んで、現在でも音楽が町の発展を支えています。郡山市は四季を通して楽しめる町です。桜の花が訪れを告げる春、郡山石むしろふれあい牧場には可愛い動物の赤ちゃんたちが誕生します。市街地を駆け抜ける郡山シティマラソンには県内外から多くの方が参加します。アクティブな夏、猪苗代湖はキャンプや湖水浴を楽しむ家族連れなどでにぎわいます。また市内には子どもが楽しめるプールから本格的な競技用のプールまで揃っています。駅前で行われるうねめ祭りは太鼓の演奏と踊り流しが郡山の夜を彩ります。夏休みにはカルチャーパークの遊園地やプラネタリウムがあるスペースパークもおすすめです。静かな秋の夜を楽しむ秋ホタル、伝統芸能の歌舞伎も現代に伝わっています。さまざまな企画展が開催される美術館で絵画を鑑賞するのも素敵な秋の一日の過ごし方。またスポーツで汗を流すにもいい季節です。郡山の奥座敷磐梯熱海温泉は萩姫伝説が伝わる人気の温泉地です。東北の中でも比較的雪の少ない郡山は冬ならではの楽しみもたくさんあります。磐梯熱海には屋内外のスケート場があり、子どもたちに大人気のつるりんこ祭りが毎年行われます。
いかがですか？郡山市は暮らしを楽しみながら働ける町です。フロンティア精神にあふれたこの町で一緒に未来を作りましょう。